気ですか？朝は秋山博信です。僕は2003年の9月にソルキンと出会いまして、2004年12月から現代版マヤカレンダーを世に広げる必要性を感じ、活動をさせてもらってきました。今年でちょうど10年になります。これまでソルキンを通して本当にたくさんの方々とご縁させていただきました。それはそれは感謝と感動の連続で、この10年はあっという間に過ぎました。これからも表現は変えることはあったとしても、志は変わることなく進んでいくことと思います。今回このような形で皆さんにずっと伝えたかった内容を話せる機会をいただけたことをとっても嬉しく思っております。それではこれから銀河のマヤ講座始めたいと思います。ところで皆さん知っていましたか？実はカレンダーにも使用期限があるということ。食べ物には賞味期限とか消費期限とかありますね。実は私たちが何の疑いもなくですね、当たり前に使っている西暦の12ヶ月カレンダーにもですね、使用期限というのがあるんですね。それが2012年の12月21日だったんじゃないかと。そう考えると随分前に使用期限が終わっていたなっていうふうになります。いやまあ私は別に賞味期限切れたもんでも全然問題ありません。そういう人もいますし、冷蔵庫の奥に賞味期限2009年って書いてあるもんでも昨日食べましたわっていう人もいますから、別に全然いいんですけどね、使い続けていても。でこれまたご存知だったでしょうか？このトルキンというですね、こう前歴と呼ばれているカレンダーはですね、実は2013年以降に本当の意味で使うためにそもそも作られたもんだということ。2013年といっても厳密にはですね、宇宙歴でいう黄色い銀河の種の年、時期の月1日、金164というですね、2013年7月26日、銀河の同期ポイントからなんです。終わったのは西暦の12ヶ月カレンダーであって、この一般には前暦と呼ばれているソルキンではなかったわけです。ですがこれは一般にはマヤカレンダーとか前暦って言われてますから、2012年の12月21日で前暦は終わったっていうふうに思われているわけです。これは地球規模の隠蔽というかですね、情報操作と言えるかもしれません。だって何十年も前から言われてませんでしたか？2012年の12月で前暦が終わるっていう。それはこのカレンダーが広まってもらったちょっと都合が悪い存在たちによってですね、巧妙に時間をかけてですね、まことしやかに準備されたことかもしれません。まあ、その存在というのはですね、必ずしもですね、人間というわけではなくて、人ならざるものと言えるかもしれません。前歴が終わるという情報を地球規模で人類全体に浸透させる必要っていうのがどっかにあるのでしょうか？この一点を考えてみても、いかにこのツォルキンが単に一部の興味ある人たちだけのためにあるものではなくて、人類全体に関わるものだっていうことがうかがい知れます。人間が聞き取れる音域っていうのはだいたい 16Hz から2万 Hz の振動、それを音として感じることができると言われていますが、小さい子どもたちは2万 Hz 以上の音を聞くことができる場合もあるみたいですが、犬笛は1万 6000Hz から3万 Hz で、犬は 65Hz から5万 Hz ぐらいまでが聞けると言われています。まあ犬笛とはまた違いますが、9次元領域の音っていうのは超高周波で、私たちには聞き取れない振動を持つ音です。また音っていうのは見えないですよね。霊という音は聞こえるけど、霊を見てくださいと言われてもその場では見えないでしょ。高周波だから聞こえない、音ですから見えない、つまり聞こえないし見えない音ですから、どうすることもできません。じゃあどうすればいいのかとなってしまいますが、ホゼ博士というのはこの9次元の高周波を3次元に暮らす私たちにも見えるようにと、9次元の周波数バイブレーションを可視化してくれました。それがこのソルキンです。つまりソルキンというのは銀河の中心9次元領域に存在する超高周波の音。ソルキンの正体はまさに銀河の音なんです。
ですので伝統的な前歴の260日歴ではなくて、このホゼさんが作られたこの形のツルキンが本当に重要になってきます。このツルキンというのは意識を向ける方向を教えてくれるものです。こういうさまざまな方向を向いて、こう雑多な想念あふれるこの世界で、こういろんな体験をしている私たちが、すべて今日はこの日なんだ、今はこういう時期なんだ、今はこういう領域なんだと意識することで、この銀河の波長、銀河の波に共振共鳴できるということなんですね。意識を向けるということは、すべての人が銀河の中心から来る船吹のエネルギーと共振共鳴できるということですから、これはすごいことです。宇宙とつながりましょうとか、宇宙のリズムに沿った言い方をしましょうとか、すごいことをしないといけないとか言われます。ですがツルキンを日常生活に取り入れて意識すると、万人が速やかに宇宙のリズムと調和し共振共鳴することができるんですね。ただ意識は向けているんだけど、おかしな状態で向けてしまう場合もあるわけです。まあ、先ほど言った違う周波数波の解釈で合わせてこう意識していると違う方向に行ってしまうものがありますし、ツルキンというのは作動のさせ方、軌道のさせ方っていうのがあるんですね。それはどういったことでしょうか。ツルキンは確かに意識を向ける方向を合わせることができるんですが、スイッチを押さないと起動しないんですね。これまでツルキンを使っている人で起動させれていない人をたくさん見てきました。たまにツルキンなんて知らなくても、13的な生き方、ツルキン的な生き方、宇宙のリズムに沿った生き方をされている方もたくさんおられます。ではどうすることでツルキンを作動起動させられるのかというと、それは固定観念というのを崩していきながら、この世界の秘密にされている真実を知ることが大切なことかもしれませんね。隠蔽されてコントロールされていることとか、世界に隠された真実はこの他にもたくさんたくさんあります。2012年の12月21日を迎え、ついに人類は2013年7月26日の銀河の同期ポイントを超えたわけです。これまでは何もかもが隠蔽された世界でした。しかし新銀河時代に入ってからは、真実を知っていかないと、これまでの固定観念を変えていかないと、地球とともに私たち人類もマインドシフトできないということなんですね。アセンションは感覚だけでなされるものではなくて、真のアセンションというのは知覚と認識を持って右脳と左脳の統合によってなされると思います。このツルキンに含まれている宇宙情報には、この世界の秘密、真実を暴き、真のアセンションへとつながる鍵が隠されてあります。だから皆さん、このツルキンに何かあると感じられ反応されるんです。でもこれまではきちんと教えてくれる方がいなくて、訳が分かんないままだったんじゃないでしょうか。